はい、どうも、沢田信也です。はい、明日さんです。はい、ええー、短い時間で、なんかいろんな作品を紹介していこうシリーズ、主に漫画なんですけど、はい、まあ今回は、まあ、せっかくなんで、はい、明日さんの方からもちょっと紹介してもらおうかな。はい。えっ、ー、と、これ今、アフタヌーンだったかなで、最中の、えっ、ー、と、端っこアンサンブルという、まあ、はいはい、清木先生という、うん、まあ、あの、原始研の先生ですというと、皆さん、あーという、そう、ね、多分、通りが一番いいと思いますが、うん、の、 えっと、漫画を紹介させていただきます。この間4巻が出て、はい、えっと、いわゆる合唱漫画、うん、歌を歌う、えー、漫画で、うん、えっと、工業高校で、まあ男ばっかりの中、うん、えっと、合唱、昔やってて合唱大好きな、えー、とこが合唱部を作ろうとして、えっ、ー、と、まあそこに、 引っ込み事案で声がめちゃくちゃ低いという、えっ、ー、と、別の、あの、男の子が、えっ、ー、と、それで合唱やってみようみたいな話になって、うん、あとそこにヤンキーが合流したりとか、はいはい。<laughs> とかで、まあ、なんか、てんあ、男子校、あまあ、男子校じゃないか、工業校、 高校なんで、なんかその辺のバカらしいノリとか、他の運動部とかとのバカらしいバトルみたいなのがあったりする中で、えっ、ー、と、合唱の、まあ、なんていうか、表現とか、まあ私、まあ言っちゃう合唱やってたんですけど、<ー>はい、昔。で、まあ、まあ、今も、まあ、まあ、UDV みたいな感じか。で、わ、まあ、かるわかると思いながらね、読んでます。結構その、 あーまあ、この先生やっぱ漫画上手いなと私は思うんで、はめてくるところはめてくるというか、うん、あの、うまく話がいった時のなんか語り質みたいなのは、ちょっと気持ちよさは結構あって、私は好きで読んでます。はい。ま僕は試し読みで1話だけ読んだんですけど、はい。<laughs> ま若干その合唱部作ろうとしてるやつ若干痛いじゃないですか。 まあ、<laughs> 痛そうなキャラクターだなと僕は思ったんですけど。はい。いや痛いです、これは。はい。ちょっとかなり漫画チックですね、<あ>なんかね。うん、その参加する他のこの今後こう話が進んでいく中で合唱部ができていく過程の中で、そいつらはこの痛いキャラのどこに惹かれて参加していくんですか <laughs> 主人公はコンプレックスを持ったね、低い子にコンプレックスを持った男の子っていうのはわかるんですけど、そいつがなんで合唱部に入ろうとするんですかうーん。何に。それによくわかる。 何に惹かれて、この痛いやつと一緒に合唱部をすんのかなと思って、一話を読み終えましたけど。ああ、なるほど。そこが刺さるとこじゃないですか漫画として。違うんですかいや、これはなんかもう、エンタメとして私は見てるんで、いろんなとこ流して。あ、そうなんですか、ね。細かい話は流していってるんで。でも一応、エンターテイメントになるならば、その合唱部としての、ま、困難とかがあると思うんですけど。はい。具体的に何をしていくんですかこの人たちは。 この人たちは、えー、っとですね。ま、あその、例えば、あの、どう言ったらいいかなちょっと、えー、っとですね。なんか部活漫画とかやったら、例えばなんか大会があったりとかなんか。ああ、そうですね。そもそもとして設立するまでが困難であったりとかありますけど。他の、えー、っと、運動部と、うん、 ひょんなことから合唱対決をすることになってはあ、はあ。で、そんなもん絶対、合唱対決だったら合唱部の方が有利に決まってるんですけど。うん、まあ、でもそこは、なんか、技術的なことっていうよりも、じゃあなんでその運動部がそんな合唱対決を頑張るのかとか、その辺が結構うまく描かれてて、まあこれ合唱 漫画なんだけど、別に合唱じゃなくてもいいって言っちゃったらあれなんだけど、うん、やっぱ、なんか、人とのやっぱ関係性みたいなのが結構描かれてるなと思って。まあ、基本部活動っていうのはね、なんか、こう、うね、青少年たちが、その、心の成長を促すための教育の一環でありますから、部活動は。で、とか、まあ、あの、 まあ、この主人公じゃないわ。えっ、ー、と、まあ、部活を作ろうとしてる一番痛い木村くんっていう名前だったはずですけど、うん、まあ、まあ、唯一経験者としてみんなで引っ張っていくんですよ。うん、で、すごくその技術的なことはできるんですけど、ただ、えっ、ー、と、一番、まあ、これネタバレ、まあ、別にいいと思いますけど、まあ、最新の間で、えっ、ー、とた、あの、多少音楽的な、多少というか音楽的な素養がある別の人から、うんうん、君が一番合唱がなってない。ダメだみたいな、<あ>ダメだスタイルシーンとか。 メンタルの話や。<あ> <laughs> で、まあその、それはなぜっていう、まあその、こういう、どうしてもね、表現とか、うん、えっと、こういう話になると技術的な側面とそうじゃない側面って出てくると思うんですけど、うん、まあそういう話もあったりします。なるほど。はい。まあそんな感じで、こう、結構熱い感じなんですね。そうですね。で、えっ、ー、とー、まあ結構、いろんなコミカルなえと雰囲気なんで読む分にはまあ読みやすいですよということと、出てくる話も、例えば、 さっき言った、えっ、ー、と、他の、えー、運動、運動部じゃないか、他のグループとの合唱対決みたいなんだと、まあ、スピッツの、えっ、ー、と、例えばチェリーとか、うん。空も飛べるはずだったかな。うん、そういうスピッツのあれから選んで、えっ、ー、と、対決をしましょうみたいな。最近はよくあるのかななんか、YouTube でこの音源ありますよみたいなとか、書いてあったり、うん、まあ、そういうサービスもいいなと思って。なるほどね。はい。はい。はい まあその音楽を漫画で表現するっていうのが、まあ、古今東西いろいろありますけど、うん、結構私はうまくできてるんじゃないかなと思ってます。なるほど。はい、まあね、私はあの、記憶種目の作品に関してはこう、どこかこう信用できない感がそうやって、<laughs> すごい楽しい、原始研とかも読んでましたし、はい、もう一番最初僕、記憶種目の漫画知った4年生とかやったんですけど。ああ、はい。はい。 結構面白いなって思いながら見るんですけど、どこかこう、なんて言うんですかね。こう、人の、人の感情、気持ちの奥底をこう、ぎゅっとこう、ちぎるような感じの、うん。なんかなんて言うんやろ。わーい、楽しい、嬉しい、よかったな、では終わらないような作品が多いなっていう感じがあるので。はい。合唱部のみんなが、意を消して、うんぬんかんぬんってなった先に何かってめっちゃ思ってしまうんですけどね。そういうのがあるんじゃないのかなと、勘ぐってしまい。 感じなんですけど。まあ、否定は、そ、そのこと自体、その、なんていうかな、端っこアンサム、この漫画じゃなくて、清志木という先生に、そのこと自体は否定はしないですけど、ただ、ちょっとだけフォローすると、私は、この、清志木という漫画家の先生は、明確に、その、受けるものと書きたいものを分ける人だと思ってて、うん。あの、確かにさっき言ったように、沢田さんが言ったように、なんかどっか不穏な空気が漂ってきて、最終的に変なところから、 なんか読者の背中を刺してくるみたいなことをする先生だと思うんですけど、<laughs> 一応この端っこアンサンブルはかなりその辺はし,な,んかしないように、エンター、気持ちいいエンターテイメントとして書かれてる感じがします。もう青春感動巨編で終わっていくんかなそう、そう、だと私は信じて。<laughs> 確かに別の漫画で、うわ、なんだこれみたいなことを私も思ったことがあるんでい <laughs>。 なんか、芸史券ですら楽しさの中にすげえ苦味があったりしましたからね。ああ、そうですね。なんか、はい、うん、わかります。なんか、お苦味を入れてくるんじゃないのかなという、この。<laughs> はい。<laughs> まあ、読んでみましょう。はい。はい。ありがとうございます。はい。以上です。大丈夫です。はい。はい、お送りしたのは、沢田信也と、明日さんでした。それでは皆さんまた次回。さよなら。さよなら。